妻の死体から得た品々を渡す代わりに私をいたぶらない。もっとも彼は約束を守りませんでしたが、でもそれも今日限りです。フリントを倒して船を取り戻し、サンクチュアリへ旅立つのです。こっちに行きましょう。てめえらはブンブンに吹っ飛ばされてぶっ殺されて、俺らはジャックからたんまり賞金をもらうってことに決まってんだよ。骨は俺がちゃんと拾ってやるから大船に乗ったつもりで死にな。始末してやってくれ。あの下道にはそれが少しでも長く生き延びたいのなら良いシールドが必要だ。クリムゾンレイダーズの昔のアジトに行ってみてはどうかな。エレベーターを使うのだぞ。私の帽子はどう思う？これは紳士の帽子なのだ。しかし何かが足りない気がする。アクセントとしてブリーモングの毛皮をあしらうといいかもしれん。ブリーモングの毛皮は素手でむしらねばんならん。というわけで銃でブリーモングを弱らせて拳でとどめを刺してきてくれ。ブンブンはかの肉切り一族の一人です。彼らがなぜそう呼ばれているのか私の口からは言えません。まあ人うん、調子はどうぞ。君を勝負の上に捨ててから全然話してなかったな。そこでここへ死ねそうか。いや、バッキーにやられるのが先か。私か。私は絶好調だ。ダイヤモンドの名を買ったんだ。金持ちだからな。じゃあまたな。俺がお前をぶちまめ。
この間買ったダイヤモンドの馬だが、なんて名前がいいと思う？君に敬意を払ってジープインパクトってのもいいと思ったんだが、ジープスタリオンの方がしっくりくるかな。もう少し考えてみるよ。
あなたのものではない。正しく私に従うことだ。この列車は合法的に挑発した。何をバカな。ところでその顔はどうしたんだ。こういうのはどうだろう。あなたの顔にその大きく醜い傷跡があるわけを教えてくれ。そうすれば全員を今すぐ解放しよう。主人がくれた真珠の指輪のせいよ。その真珠がスキャックの上を誘発するフェロモンを出していた。それは何というと。ああ気の毒だったな。ご主人は今どこに。死んだわ。全く辛い話だな。せめて今すぐ後を追わせてやろう。どんな臓器でも提供を受け付けます。臓器は下の容器に入れてください。いやはや、あの女の頭を見たか。まるで潰れたヒガエルだ。ウェルヘルム、この野蛮人どもを片付けろ。お任せよ。ハンサムジャックは彼女を殺したのか。実に残念だ。いつでもいい、そのエコーを私に届けてくれ。
保証します。